ということでございまして、若手女性シンガーソングライターの仕掛け人こと、河合哲平です。よろしくお願いします。はい、いつも鉄板シンガール、ご覧いただきまして、お聞きいただきまして、ありがとうございます。今日はですね、7月12日に発売しました、私が、まあ、プロデュースと言ったら大げさでございますけれども、私がおすすめする女性シンガーソングライター8人の、シンガールが入ったコンピレーションアルバム、鉄コンピが、改めて7月12日発売になります。ありがとうございます。これがですね、本当に、まあ、この番組にも来てもらったりしておりますが、これから世に羽ばたくであろう若手超実力派シンガールが8人1曲ずつ入った素晴らしいコンピになっております。もうね、これはもう自分で言っちゃうのもなんですけど、後々ですよ、後々伝説になるであろうコンピ間違いなしと思っております。にもかかわらずジャケットが僕の写真っていうので、本当申し訳ない気持ちでいっぱいなんでございますが、本当に中身に入ってるアーティストは本当素晴らしい子ばかりですので、皆様ぜひ聴いていただきたいと思います。で、このアルバム、発売を記念しました、レコアツイベントといたしまして、7月21日の土曜日、鵠沼海岸ですね、湘南とかあっちの方かな、鵠沼海岸の海の家熊沢屋さんにてレコアツイベントやります。16時半オープン、17時スタート、前より2500円で販売しておりますので、よかったらぜひ来てください。で、シンガール8人の中から今回は6人ナノス21日は来てくれます。これさひさみ、ゆりか、どしだみほ、杉江ゆりか、ちさまりな、仲間エリオン、はい、この6人が、来てくれますので、まあ海の家ということでね、もしかしたら水着で歌ってくれるかも、まあもしかしたらバーベキューとかもできちゃうかもしれないし、本当にね、旅行気分で、こうなんでしょう、こうリゾート気分で楽しみながら素敵なアーティストの歌も聴けると、でさらに鉄コンピもゲットできるぞということで、ぜひ7月21日土曜日は、鵠沼海岸に来ていただきたい。でさらにこの模様をこの鉄板シンガールで放送します。イエーイ。このね、鉄コンピレコ発イベントプラス鉄板シンガール公開収録イベントとダブルイベントということで、7月21日熊沢屋さんにてやりますので、ぜひ皆さん来ていただきたいと思います。詳しい情報は、北参道にありますストロボカフェ、ストロボカフェというライブハウスのホームページ見てもらえますと載っておりますので、よかったらそちらをチェックしていただきたいと思います。ということでございまして、ぜひ皆さんご来場お待ちしております。そして鉄コンピ買ってください。よろしくお願いします。てっちゃんでした。またね、来てね、鉄板シンガー